第二次世界大戦で戦った日本とアメリカ。戦後になるとボロカスに叩かれる日本軍ですが、天才参謀と評価される、堀栄蔵、がいました。対するアメリカ軍は勝利こそしたものの、やらかしたエピソードが結構あります。今回はその堀栄蔵と、アメリカ軍に関する話などを紹介していきます。堀栄蔵は奈良県出身の陸軍軍人。陸軍士官学校時代に、陣地突破の研究をしており、物量の前には精神主義が役に立たない、という教訓を得て、後の情報分析の基本的な考えとなります。1943年から、大本営陸軍部の第2部参謀として勤務。彼はそこでドイツ化とソ連化を経験しました。ドイツ化、ソ連化ではそれぞれが両極端な分析方法を採用しており、それが後の分析手法に役立った、との記録を堀は残しています。その後は欧米化に勤務し、アメリカ軍戦法の研究に取り組みます。堀はアメリカ軍の上陸作戦行動を科学的に分析して、1944年6月に対アメリカ軍マニュアル、敵軍戦法早分かり、を完成させます。このマニュアルによって、アメリカ軍への水際での突撃や、夜間の銃剣突撃は自滅するので行わないように、という内容をいろんな指揮官、部隊に伝えています。この、敵軍早分かり、を最初に伝達したのが、中川邦夫陸軍大佐です。1944年3月、中国にいた中川邦夫と第14師団に、アメリカ軍の戦法などについて、堀から直接説明の場が設けられていました。中川はその場で熱心にメモを取り、時には自ら質問していたそうです。そして中川は敵軍早分かりをもとに、パラオのペリリュー島で戦い、大軍のアメリカ海兵隊相手に、2ヶ月以上奮戦しています。またペリリューの戦いでは、堀の敵軍早分かりだけではなく、大本営がサイパン島から報告された戦訓をもとに、戦訓特報第28号を発行し全軍に通知していました。ペリリュー島の陣地構築にはこの大本営の通知も参考にされています。戦後はボロクソに批判される大本営だけど、この時はうまく機能したっぽいですね。対するアメリカ軍は、堀栄蔵に負けず劣らずの情報収集、研究をしていましたが、このペリリューの戦いを含むパラオ侵攻では、やらかしています。アメリカのウィリアム、ハルゼイ海軍中将は、ペリリュー攻略は多大な損害を強いられるだろうし、アメリカ機動部隊の空襲で、パラオの日本軍飛行場と航空戦力はもはや脅威ではないから、パラオは迂回すべきである、と正確に当時の情勢を判断していました。そしてハルゼイは、艦隊白地として利用価値のある、ウルシー艦礁への攻略を優先した方がいいぜ、と海軍司令長官の、チェスター、ニミッツへ意見具申していました。ですがニミッツは、マッカーサーの陸軍と張り合う立場にいました。陸軍と海軍の仲の悪さに定評のある日本軍ですが、この時は戦略をめぐって、アメリカ陸海軍の方が揉めていました。そこで海軍のニミッツは、パラオの日本軍が、アメリカ軍のフィリピン攻略部隊へ、航空攻撃を仕掛けてくる懸念がある。フィリピン侵攻への航空作戦の拠点ともなる、前進基地を確保するべき。という理由でハルゼイの反対意見を退け、パラオ攻略作戦を計画、実行に移します。さらに、一度決めた計画を後で変更するのはちょっと嫌だなぁ。というパターンは昔も今も日本でありますが、当時のアメリカ軍によるパラオ攻略もそんな感じでした。このパラオ攻略作戦は、アメリカ海軍の肩を持つルーズベルト大統領の指示で練られ、イギリスなどの同盟国にも説明済みで、準備も進められていました。そんな理由もあって結局、ハルゼイの反対意見は受け入れられませんでした。こうして不安要素を残しながら、ペリリュー島攻略が決定。それでもアメリカ軍は、日本側の暗号電報や、捕虜などから入手した機密書類、偵察機からの空撮、潜水艦で沖合からの海岸撮影などで得た情報を総合的に分析。当時のパラオ日本軍守備隊兵力を、かなり正確に推定していました。ところが自分たちの方が、兵力数が上だったこともあり、アメリカ第一海兵師団長のウィリアム、ユパータス海兵少将は慢心していました。そして海兵隊兵士の前で訓示した際に、こんな小さい島の戦闘は2、3日で片付く、と
と豪語していました。さらにユパータス師団長は、連隊長ルイス・プラー大佐にも、今回は君の昇進のためのような作戦だ、海軍十字章と准章の階級章が同時にもらえるぞ、と楽観的な話をしています。ですがプラー大佐は、上陸前1週間にわたって入念に、地図や偵察写真を確認した結果、日本軍は1年かけて島全体を要塞化しており、師団長は楽観的すぎる、と危惧していました。またユパータス師団長は、陸軍をなるべく排除したいな、と考えていました。そこで陸軍の第81歩兵師団の予備部隊を断り、海兵隊からわずか1個ライフル大隊を準備することとしました。この判断は遠征軍司令官の意思にも反するものでした。ですがユパータス師団長は、海兵隊総司令のブアンデグリフトと、個人的に仲良しだったこともあり、ユパータス師団長の案は決定されてしまいます。その結果、日本軍の猛反撃により、アメリカ軍の予備部隊の不足は後に大きな影響を及ぼすこととなります。こうしてアメリカ側の油断や、堀栄三の敵軍早わかりの影響もあって、日本軍はペリリューの戦いにおいて、アメリカ軍に大損害を与えることに成功します。そして敵軍早わかりの完成後は、硫黄島の戦い及び、沖縄戦に代表されるように、アメリカ軍の被害は増加することになります。続いて堀栄三と、台湾沖航空戦に関するエピソードを紹介します。戦争中、堀を中心とする米軍戦法研究グループは、各種の統計を取っていました。彼らは1943年11月5日からの、ブーゲンビル島沖航空戦、と、11月21日からの、ギルバート諸島沖航空戦の戦果に注目していました。それらの戦果の統計では、大本営海軍部の発表を総合すると、米艦隊は全て撃沈された、ことになっていました。しかし実際の戦況では、一隻もいなくなったはずのアメリカ海軍は、反撃のスピードを上げ、奇襲から強襲に変わっていました。堀はこのような、航空戦の戦果がおかしいのでは?という疑問を持ったまま、1944年10月13日、敵軍戦法早わかりの内容を前線部隊に伝えるため汽車で移動していました。その移動中に台湾沖航空戦が発生しており、汽車の中でも乗客たちはその大戦果の話で持ちきりでした。そこで堀は、航空戦での疑問を直に確認するため、参謀の異例を発揮し、鹿児島県の鹿屋航空基地まで連絡機で移動。その鹿屋航空基地で堀が目にしたのは、大勢の兵士が慌ただしく行き来し、数人の幕僚たちに戦果を報告する姿でした。黒板には戦果が次々と書き込まれ、報告の度に歓声が上がっていました。研究中から堀の脳裏を離れなかった、航空戦が怪しい、と考えていたものが今まさに目の前で展開されていました。続いて堀は、戦果の報告を終えたパイロットたちに矢継ぎ早に質問をします。どうして撃沈とわかった？どうしてアリゾナとわかった？アリゾナはどんな艦型をしていた？どうして自分の爆弾でやったと確信して言えるのか？戦果確認機のパイロットは誰だ？これらの堀の質問に、パイロットたちの答えがだんだん怪しくなってきます。堀はアメリカ軍研究の結果、アメリカの軍艦の識別は頭の中に叩き込まれていたため、堀にはパイロットたちの返事の曖昧さがよくわかっていました。この返事の曖昧さから堀は、戦果はこんなに大きくない。誰がこの戦果を確認してきたのだ、誰がこれを審査しているのだ。やはりこれが幻の戦果の実態だったのだ、と直感しました。そしてその日の19時、堀は大本営の陸軍部宛てに、この成果は信用できない、いかに多くても2、3隻、それも航空母艦かどうかも疑問、と緊急電報を打ちました。ところが、この時に撃ったとされる堀の電報の現物が、現在まで行方不明となっています。一方でその後の、10月15日20時に堀が撃った、特別緊急電報、は現存しています。このため、堀の電報は大本営によって握りつぶされたのでは?という意見、説も存在しています。10月15日には堀は、フィリピンのマニラに到着。台湾沖航空戦の戦果に再検討を加え、アメリカ軍の健在な空母12隻と計算。
それらを第14方面軍司令官の山下立文大将、参謀副長の西村俊夫少将に報告しました。報告時、折しもアメリカ軍艦載機によるマニラ空襲が行われており、山下大将と西村少将は、堀の報告を信じました。10月19日には憲兵隊から、撃墜した米軍艦載機のパイロットを尋問しています。その結果、フィリピンのルソン島を空襲中の米軍正規空母が、12隻であること、その艦名が全て判明したこと、がわかりました。こうして堀は、大本営の発表した台湾沖航空戦の戦果は、全くの誤りだった、という事実を明らかにしました。一方の日本海軍でも1944年10月17日には、敵のアメリカ空母は、10隻健在のもと対処するように、と通達しています。その時点で日本海軍は、連合艦隊、軍令部、各航空隊に至るまで、台湾沖航空戦の大戦果が5人であること、を共通の認識としていたそうです。こうして堀映像と日本海軍は、大戦果の5人を確認するのですが、フィリピンの戦いに向けた陸海軍合同の作戦会議において、日本陸軍側には伝達されませんでした。そのため日本陸軍は、5人戦果、と知らないまま戦略を大きく変更。決戦兵力をフィリピンのレイテ島へ増援します。しかし、壊滅したはずのアメリカ機動部隊などの空襲を受け、装備、物資が海へ沈み、懸命に積み上げてきたフィリピン決戦準備は水の泡となります。大戦下の5人を明らかにした後も堀は、参謀として活動。終戦後は故郷である奈良県の村に戻り、父親と農業をしています。戦後の1954年には陸上自衛隊に入隊。さらに初代中西ドイツ大使館の防衛駐在官に就任。アメリカとソ連の対立、緊張が高まり、核戦争寸前まで達した出来事、キューバ危機をヨーロッパで体験。その時、堀は軍需物資輸送の流れを情勢判断し、米ソ開戦せず、との判断を東京にいち早く打電しています。1963年には、現在の防衛省情報本部の前身となる組織にも、室長として就任。ですが堀は防衛庁内の雰囲気に納得できず、4年後には退官しています。その後は、故郷である奈良県は西吉野村の村長を務め、名産、西吉野柿の普及に努めました。そして1995年6月5日、癌のために死去、享年82でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。